もちろん、今あなたは記憶の最も深い場所に来ているの。妖精エリは簡単に消えたりしないわ。愛しい人の子を最後の道まで案内するのは私だからね。星への楽園は4つの水晶の花が織りなす終点、あの夜の再現なの。エリシアは今楽園にある一番奥のホールであなたを待ってるわ。あなたがするべきことは客人としてマナーを守ることよ。最も美しい姿でこの盛大なパーティーに出席してね。すべてが完璧な閉幕を迎えられるように。身支度も大事だけど、ここは記憶の世界だから、彼女に関する思い出を通しておめかししましょう。エリシアと親しくしてるあなたでも知らないことがたくさんあるはずよね。今はあなたの記憶に他人の記憶が溶け込んでる状態なの。だからまずはそれらをあなたの一部にしなくちゃいけないわ。彼女の人生を経験し、その感情を体験し、選択を見届けて、そして彼女の心と共鳴し続けて、
最後にエリシアの行動のすべてを理解するの。真心を尽くすことがお城にいるお姫様をがっかりさせない唯一の方法よ。でも一人のすべてを背負うだなんてとても大変で困難なことよね。ましてやその人生なんて。さっきから愛しい人の子はずっと無理してるのよね。一人で背負わせてしまって本当にごめんなさい。少し休んでも全然構わないからね。ここはあなたの思考の中だから、まだまだ時間はたくさんあるわ。準備はできた？じゃあ妖精の魔法を最後にもう一度華麗に咲かせましょう。パーティーに参加する前に花束の用意をしないとね。愛しい人の子、早くこれらをあなたの一部にしましょう。まだ思いついてないな。
名前がないとすごく不便だよ。でも、これらの名前は全然可愛くないんだもん。アタラキアとテイヤはいい名前だと思うけどな。やだやだ、名前はすごく大事だもの。一番お気に入りの名前にしなきゃ。あ、マリアンたらまたクッキーを食べてる。背が伸びなくなるわよ。見間違いだよ。クッキーなんて食べてない。楽園が存在しないのなら、自分で作るまでだ。歓声を上げ、互いを抱きしめ、叶えた夢のために歌を歌う。彼らはようやく楽園にたどり着いた。それはここに、旅のゴールにあったのだ。人々は小躍りして歓呼し、その名前を叫ぶ。はぁ？これよ、無垢の楽園、とこしえの楽園。名前、私の名前はエリシア。そんなの普通よ。どんなに綺麗な花でも種から育つんだもの。
と深い意味がありそうね。探してみましょう。もしかしたら事件に関する記憶が残ってるかもしれないわね。愛しい人の子？どうしたの？私もいい名前だと思うわ。妖精エリの次にね。え、そうだったの？まずいわ。名前が完璧すぎて全然考えたことがなかった。あの人たちは何かを勘違いしてたみたいなの。みんなも無事だったし、お詫びとしてたくさんお金をもらったわよ。わー、それじゃクッキーをたくさん買えるんだね。でも、あの人たちは一体何を探してるの？みんなに身体検査を受けさせてまで。もう3回目よ。わからない。でもみんな無事だったって言ったでしょ。それでいいの。どうしたの、エリシア。私、セリアお母さんに話したいことがあるの。ここを出たい。福祉施設を出たいの？あら、本屋でお手伝いをしたいの？あなたは絵本が大好きだからね。違うの。私、街を出たいの。街を出る？この前、ここに来てみんなを連れ去った人たちのことなんだけど、彼ら。エリシア、どうかしたの？彼らのおかげで、外の世界がこんなにも広いって気づいたのよ。だから、外に出て、いろいろ見てみたい。私も絵本の主人公みたいに、世界の果ての楽園を探したいの。
じゃあ旅に必要な荷物はお母さんが準備してあげましょう。セリアお母さん、怒ってないの？怒るわけないでしょ。エリシアはただ自分の夢を持ってるだけなのに。でも一人でいるときはいろいろ気をつけて。外の世界はとても広いから、自分で向き合わないといけない道や選択もたくさんあるはずよ。どうすれば正しいかなんて悩まなくていいの。自分の心に従いなさい。エリシアは聡明で優しい子だもの。ちゃんと自分で自分の世話ができると信じてるわ。ここ数日の間にきちんと近所の人たちにお別れの挨拶をするのよ。みんなエリシアのことが大好きだから、きっと寂しがるでしょう。明日お母さんは雑貨屋に行って食べ物の用意をしてくるわ。あ、服も買わないとね。女の子だもの、綺麗な格好でいなくちゃ。そうだ、ジーミルおじさんのところに行って護身用の道具を作ってもらわないと。あら、やることがいっぱいだわ。街の子供たちや大人たちも彼女のことが大好きだったわ。もしかしたら
それがエリシアの特権なのかもしれないわ。広く愛され、決して疑われない、すごい魅力があったとか？エリシア、ちょっと怖がってたわね。丸ではいらないわ。私の人生はおとぎ話そのものだもの。もうこういう時は細かいことを気にしないの。どうしたの？私のことをじっと見つめて私に惚れ直した？なら前に進みましょう。ゴールまでまだ道は長いわ。焦らないで、愛しい人の子。記憶の旅はとても長いから、その疑問は後々解消されるわ。これからの彼女は世界を旅するから、長い長い思い出が見られるはず。ほら、ここにある花も鮮やかに咲いてるわよ。お嬢さん、お腹が空いてるのかね。さあ、これらのパンを全部持っていくとよい。え、じゃあおじいさんは？これはおじいさんのパンよね。わしは次でよい。お嬢さんはまだ小さいし、たくさん食べんとな。わしは平気じゃ。ここはすべての人を受け入れ、助けてくれる場所じゃから。どうしてずっとついてくるの？え？だってリンゴを渡したらみかんをくれるって言ったのに。そんなの嘘よ。そもそもみかんなんて持ってない。あんたを騙したの。教訓として覚えておいて。
ここにいる人はこうしないと生きていけないんだから。ほーん。じゃあ、キャンディーを二つ持ってるから、あなたにもあげる。ほら、一人一つね。ほんと。ありがとう。あなたもこのミュージカルを見るためにわざわざ他の場所から来たんでしょ？あー、ミュージカルは本当に最高！そう思わない？すごかったし、美しかった。もっとこういうのが聞きたいわ。ふむふむ、初感激だったんだね。なら、レコードって知ってる？私のコレクションを見せてあげるよ。ね、大丈夫？あの仮面をかぶった人が現れて、悪人から奪ったお金を僕たちのような帰る場所がない子供に分けてくれるようになってから。彼のいない間に僕たちを狙ってお金を奪う人たちが来るようになったんだ。どうしてそんなことに？相手は善意でやってるのに。お嬢さん、ここの生徒になりたいのかね？賢そうなお嬢さんだからきっと受かるよ。私もなれるの？もちろん。せっかくの開放日だ。マーヤが学校を案内してあげよう。ここの学生食堂はかなり有名でね。どうして、あの人を柱に縛って傷つけるの？言った言った！ここのことに口を出すな！あいつらみたいに気が狂うことになるかもしれないぞ。それに、一晩だけ泊まるんだろう。さっさと荷物をまとめて出て行け。この場所はもうダメだ。お前が見たあの男は、自ら縛られてるんだ。そんなのありえないわ。どうした？お嬢さんも剣法を学びたいのか？でもうちは男ばかりでいい環境とは言えないな。興味があるなら近くに別の女師範がいて槍と弓を教えてくれるぞ。どうだ、やってみるか。弓？あ
あの魔術師は嘘つきだって聞いたよ。開演前に彼女を捕まえに来た人がたくさんいたんだ。その人たちがバックステージに行った時にはもう彼女は姿を消してたんだって。出口は一つだけなのにね。おや、すごそうな人だ。彼女は一体何者なの？むしろ私はそのこと自体がマジックショーの一部だって思ってるよ。悪かった、もう二度としないから。落ち着いて、私は殺し屋なんかじゃないわ。俺を試さないでくれ、ピンク髪の女。お前だって分かってる。本当に俺が悪かった、もう許してくれ。一体どんな悪いことをしたらそんな風に怖がるの？本当に彼女の助手になるのか？実験室に入った人はみんな消えたって言うし、生徒たちはみんな手術台送りになったんじゃないかって噂だが。あそこの報酬はかなりいいからね。それにあんなすごい博士と一緒に勉強したらきっと私も何かを得られるはず。もっと頑張らないと。あなた、そして私たちの子供のために。はあ、なんてロマンチックな約束。結局、地球は丸かったのね。そもそも、世界の果てなんてものはなかった。絵本に書いてある通り、楽園はやっぱり存在しないのね。それなら、楽園が存在しないなら、私が作るまでよ。すごく綺麗な楽園にしなくちゃね。そして、私の名前をつけるの。不思議だわ。エリシアが出会った人たちはみんな、彼女と何かしらの関わりがあるみたいね。
彼女はまた全ての始まりに戻ったわね。世界を周遊するだなんて、一人の律者として考えると、彼女はとても大胆だわ。でも、彼女は本当に自分の正体を知らないの？フェアリーランドから来たこの妖精エリでさえびっくりよ。本に書いてあったお話みたいに？ここが火を覆うがの格納庫なの？なんだ、想像したのと違うのか？なんだと思ってた。エンジン上に並んだ巨大な石板とか。高さが数回分もある人型兵器とかが置いてあるのかと思ってたわ。ちょっとがっかりしたわね。漫画の読みすぎだろう。いくら秘密組織といっても人間が作ったものだ。火を覆うがの本質は今まで歴史上にあった軍産複合体と大して違わない。ただ、対抗する敵が人ではない生き物になっただけだ。あの時、オストク51を調査しに来た組織を覚えてるか？あれが、火を追うがの前身だ。しかし、驚いたな。まさか数年後に、あの時に出会った娘と再会するとは、成長が早すぎて、一瞬わからなかったぞ。女の子の成長は早いからね。もしかして、私が審査をクリアしたのって、あなたが裏で不正をしたとかじゃないでしょうね。まさか。試験官として俺は融通が効かないことで有名なんだぞ。自信を持て。お前には実力がある。その上、崩壊エネルギー耐性も極めて高い。まさに、火を追うがにとって必要な人材だ。本当は、お前のような若い娘を戦場に送りたくなかったんだが、俺には娘がいてな。彼女をこの全てから遠ざけることが、俺の最大の願いなんだ。いいの。私が決めたことだから。娘といえば、いつになったら会わせてくれるの？お母さんにだったら素敵ね。
その言葉に含みがある気がするのはなぜだろうな。グレイシュは今、母親の執務室にいるんだ。だが、近づかない方がいいぞ。何せ。何せ、何？ネビウス博士は多忙で有名だからな。邪魔はしたくないんだ。あなたの世間話に付き合ってる暇はないわ、コン。第二律者の遺体を引き取りに来たの。ついでに、あなたを探してるブランカから伝言を預かってるわ。グレーシュが馬に乗りたがってるとか、なんとか。ところで、ここにいるのは誰なの？新入り？月に行く方？いや、地上に残る方だ。じゃ、俺はお姫様のところに行くから、メビウス博士、新入りの案内をよろしく。ちょっと、待ちなさいよ！ねえ！あの男、本当に嫌なやつね。厄介事を他人に押し付けて、さらに誰よりも早く逃げるなんて。まあいいわ。あなた、名前は？はじめまして。私はエリシア。少し前にヒオオガに加わったんだけど、会えて嬉しいわ。よく聞きなさい、新入り。忠告してあげる。私には関わらないで。あなたに興味はないから。それに、私と一緒にいるのを誰かに見られたら、あなたにとってプラスにならないわ。わかった？わからないって言ったら？なんですって。だって、そんなのもったいないもの。まだあなたのことをよく知らないのに。早く関わらないと、あなたをよく知ることができる機会を完全に失っちゃうでしょ？変なやつ。こっちよ、来なさい。え？何をぼーっとしてるの？案内してあげるって言ってるでしょ？早くついてきて。私は待たないわよ。あなたって優しい人なのね。嬉しそうに笑わないでちょうだい。気をつけなさい。最近、組織に変わった奴が入ってきたみたいで、私のバッジも盗まれたの。犯人の目的もわからないし。なるほど。これはメビウスの記憶だったのね。もう、思い出が急に他人から見た彼女になったせいで、エリシアの心が見えなくなっちゃったわ。でも、どうしてメビウスの記憶がここに現れたのかしら。彼女は水晶の花を持ってないのに。自分の羊を調べるために？
出て行きなさい。部外者が勝手に入っていい場所じゃないわ。うん、そんなことを言わないで、愛しいメビウス。明日が審査の日でしょ。私は彼女の保証人なのよ。彼女に会ってもいいでしょ。そういえば、名前も教えてもらってないわね。彼女のことは指名手配犯で十分よ。何せ彼女は異なる肩書きで12箇所の地区で同時に指名手配された人間なのよ。16だけど。あら、案外得意げに話すのね。その調子がいつまで続くか。脅しちゃダメよ、メビウス。自己報告書を読んだけど、別にひどいことなんてしてないでしょ。いたずらにしては少し度が過ぎてるけど、一線を越えることはここではそんなに珍しいの？それとも彼女があなたになりすまして大学図書館に入って書籍を閲覧したことを根に持ってる？そんなの勉強熱心なだけでしょ？エリシア、本当に相手の危険性を理解してるの？彼女は数年で12の、いえ、16の肩書きを偽造し、異なる地区に移動して、最後はたった一人で、火を追うがに宣戦布告したのよ。もちろん、そういった才能を持つ人は、組織内では別に珍しくない。けど、火を追うがの機密を漏らしたこと自体が、すでに脅威そのものなのよ。しかも、よりによって彼女は、頭の切れる詐欺師。私たちは、彼女の正体すら、把握できてないわ。それでも、あなたは彼女は役に立つと主張するの？チャレンジしてみたいのよ。彼女を連れ戻したのは私だから。私にチャンスをちょうだい。ね？後悔するわよ。やってみないとわからないでしょ？本当の心を確認したいのなら、まずは相手を信じなきゃ。そうでしょ？じゃあ、ビルビー、少しお話ししてみない？メビウス抜きで、私たち二人だけで。にらめっこか何かなの？ううん、彼がずっと黙ってるから何か特別なルールでもあるのかなと思って。もういい。この二人がコンが言ってた新入りよね。名前はディストピアとコズマかしら。あなたは、彼が言ってたおせっかいのエリシアよね。え？どうしてそんな格好をしてるの？だって、今日は新人歓迎会だもの。特別な格好をしてみたかったのよ。
でもおせっかいは余計だからね。私はみんなのことを大事に思ってるだけなの。あなたたちのことをたくさん聞いたわ。例えばコズマ、クールで何も話さないけど私知ってるのよ。あなたが一日でケビンに4回も泣かされた男の子、そうよね。こっちを見ないで、言ったのは私じゃないから。ケビンが教えてくれたわ。実はあの日、彼も初めて指導者として新人教育を担当したの。泣いたのはあなただけど、本当は彼もすごく焦ってたのよ。あなたたちの見えないところで慌てたり地団駄を踏んだりしてて話題になってたわ。ケビンをこれほど思い悩ませる女の子は誰だって。メイには内緒でね。あなたったら本当に素晴らしいわ。メイ以外にケビンの心にあんな重い痕跡を残せた人なんて初めて見たわよ。すごい、もう舞台の人気者になってるじゃない。同期としてちょっと羨ましいわ。勘弁してくれ。じゃあ新しく仲間になった二人を歓迎するためにこのメガホンでコズマの偉業を宣伝してあげましょう。おい、ディストピア隊員、これはあなたに任せる初めての任務よ。必ず事実通りに基地のみんなに教えてね。はい、頑張ります。待て、やめてくれ。姉妹？そう、ほら、さくらの髪はピンクで、私の髪も同じ色でしょ？着替えて一緒にいたら、みんな私たちのことを姉妹だって思うはずよ。そうしたら、誰も私たちの正体を疑わないわ。ふむ、一理あるの。あら、押してくれるのね、よかった。じゃあさくらはお姉さんね。姉妹に関してさくらは私よりずっと経験豊富でしょ。なぜそれを知っている？わらわのペンダントをこっそり見たのか？違うわ。チラッと見えただけなの。飛行機が離陸するときにペンダントを開けたでしょ。あんな小さな動き誰も気づかぬと思ったが。どうやらエリシア、何時を普通の同僚として扱わぬ方が良さそうじゃな。私もそう思ってるわ。一緒に機密任務に当たる仲間ならもっとお互いのことを知っておいた方がいいでしょ。普段は話しかける機会があまりなかったし、さくら、あの写真のことを教えてくれるかしら。写真のさくらの笑顔、綺麗だったわね。私もあなたの笑顔を間近で見てみたいわ。
ちこっち。お顔をムニュムニュさせて。あら、柔らかい。なんて可愛らしいの。お父さんに似てなくてよかったわね。いやー、私こんな可愛らしい女の子には本当に弱いのよ。そうだ、メビウスおばさんがいないし、一緒に外に遊びに行きましょう。グレッシュだってこんな緑色だらけの場所にずっといたくないでしょ。女の子だけがすることをしましょうね。適当に何かお話ししましょう、アポニア。エリシアさん、遠慮しないで、私のことはエリって呼んで。あなたは私のことが怖くないの？怖い？まさか私があなたの美貌に嫉妬して遠ざけるとでも思ってるの？そんなことしないわよ。私は綺麗な女の子が大好きだもの。すまない、本当に知らないんだ。お願い先生、私にとって本当に大事なことだから。失礼ながら一つ聞いてもいいかい、エリシアさん。エリシアでいいわ。何かしら。僕には理解できないんだ、ケビンの弱点が君の病に何の関係があるのだろうか。先生は知らないのね。これは女の子の悩みという病なのよ。ふう、あなたに会うのって大変ね。かわいそうに。彼らがどれほどの見張りを置いてるかわかる？まるで監獄みたいよ。逃げてみた方がいいんじゃないかしら。難しくはないが、意味がない。あなた、センゴって言うんでしょ？私の友人に少し似てるけど、彼よりずっと野生的で自由だわ。ねえ、血がつながってるとかじゃないのよね？仮面を外して、顔を見せてもらってもいい？人の話を繰り返すだけなんてつまらない。そうでしょ？だから今日は真剣な話し合いとかはなし。ただリラックスしておしゃべりしたいの。女の子同士の内緒話をしましょう。それがうちのスタイルだから、早く慣れるようにね。まずは、そうだ、服の話から始めましょう。服ですか？忘れたの？来月は火を覆う賀の伝統の日よ。融合戦士は基地の舞踏会には参加しないの。でもその代わりに、私たちだけで舞踏会を開くのよ。少人数だとまた別の雰囲気になるから楽しみにしてて。ちゃんとおめかしして友達を作ってね。それが入隊後の初任務よ。ふわ、きちんと対応するように。
だって勤務評定も私が担当するんだから。ダメよ。他のものはいいけど、それは人にプレゼントするものなの。あ、これ?ああ、このヘアピンのこと?今拾ったんだ。こういうこともあるんだね。そうね。私がうっかり落としたってことにしましょう。次は気をつけてね。じゃあお客さん、私はここで失礼するよ。待って。どうしたのかな。あなたの商品をもう少し見せて。水晶の花のブローチがあるでしょ。私にすごく似合うと思うの。じゃあ、数は第7位にするけど、意義はないわよね。ケビン、黙ったままでいないで。まだこの前のことを気にしてるの?大丈夫。もう怒ってないから。あなたの言った通り、私たちは過去に執着しちゃダメなの。だから、私はこうやって。ちゃんと未来のために活動してるのよ。昔からの友人である彼の番号に関して本当に何の意見もないの?どんな意見でもいいのよ。エリシア、僕はまだ君が一体何をしようとしているのか理解できていないんだ。ねえケビン、そんな風に言わないで。あなたはもう私の目的を把握してくれてるって思ってたのに。たとえ目的は分かってなくても、この状況下においての必要性は理解してるはずよ。ほら、みんなもうすぐ離れ離れになるでしょ。悲しいけど、このチャンスを生かせば私たちは重大な選択をするときにより多くの主導権を握れるようになる。私が作ろうとしてるのはヒーローの組織であり、人類最後の防衛戦でもあるの。火を追う十三英傑。この名前はどう?あなたを満足させられるかしら?上手にもなっていたわ。知る者がいなくても、たとえあの理性的な時代の律者は人類の敵になる運命だったとしても、彼女は特別。そうよね。
から彼女の結末はきっと幸せで温かいもの。そうよね。つまりあなたはそんな子供時代を過ごしたのね、エリー。ええ、私が忘れても代わりに覚えていてくれるんでしょ。私の大好きなエデン。もちろんエリーも知ってると思うけど、あなたのことを私が忘れるわけないでしょ。でもエリー、本当に脚色してないの？回想録というより、おとぎ話のように感じるわ。このエリシアの物語は、おとぎ話じゃないといけないの。ああ、この夜空の星が永遠に輝いていればいいのに。残念だわ。夜がもうすぐ終わるわね。エリは私たちに別れを告げるの。やっぱりエデンの目はごまかせないわね。多分そうだと思うわ。メイは間違ってなかった。少なくとも肝心なところは間違ってないの。もしかしたら、私、もしかしたら、私は本当に、律者なのかもしれない。こんな日が来るって分かってたわ。だから大丈夫。これから何をするかは、すでに考えておいたから。そうなのね。エデン、ごめんね。いいのよ、エリ。エリがどれほどこの世界を、人々を愛してるか、私にはわかるから。だからこそ、理解できるの。エリが決心するまで、どれほど辛い選択をしたか。どんな状況で、仕方なくその道を選んだか。だから、私は最後まで付き合うわ。真相は、私にとってさほど重要じゃないの。エリが望んでるタイミングで明らかにすればいいと思うわ。ありがとう、エデン。ただ、私は、ちょっと怖いの。私の口から怖いだなんて、おかしいわよね。でも、本当に不安なの。もし、エリシアの存在自体が嘘だったら、私たちが共に経験したこと、あの美しい思い出、約束、誓いたちは、全部、消えてなくなるの？そんなことないわ、エリ。その特殊さは、あなたの光を消すどころか、むしろあなたが無垢だから、より美しくなるの。あなたが何を隠してても、私はこう信じてる。あなたは私の親友エリシア。世界の美しさを愛し、
守る人だって。それで十分だと思わない？ええ、十分よエデン、それで十分なの。だって私たちのような可愛らしい女の子を本気で好きにならない人はそういないもの。じゃあ最後のパーティーでもう一度エデンの歌を聴かせてね。その後、私はずっと考えてたの。多分私は本当に律者なんでしょうね。当然でしょ？でないと説明のつかないことだらけよ。もしかしたらって思ったりもしたけど、何せ私は他の律者とは違って人から律者になったんじゃない。急に現れたから。今は現実を受け入れなければならない。と言っても、私の力は一体何なの？誰も教えてくれなかったし、私が何をすべきか誰かに言われたこともなかった。そうね。少しだけ可愛らしくて、頭が良くて、完璧に近い以外。私は普通の人と大して違わないわ。つまり、
これが答えなのかしら。人の外見と人の品性を持つ。人と同じように息をして、人と同じように生きている。時に喜び、時に悲しみ、時に落ち込み、時に元気になる。昨日との別れは寂しいけど、それよりも未来を選ぶ。だったら、私の名前は人の律者と言うべきかしら。人間性の律者、人類の律者。それなら今、私も人だけがするようなことをするわ。なんだかいまいちね。アイシャドウの濃さが違う気がするわ。あ、チークの位置も対称じゃないかも。はあ、こうなるって分かってたら、もっとビルビーにメイクを教えてもらえばよかった。こんなに難しいとは知らなかったわ。だって私は綺麗だし、メイクなんて必要なかったんだもの。はあ、もう一度やってみましょう。あら、リップラインが少し曲がってるわね。ハイライトは使わない方が良かったかしら。あ、アイラインがにじんでるわ。できた。だって私は大きな嘘をついたもの。水晶の花は一度割れたらもう二度と元に戻らない。人の心も同じ。でしょ？人間性の美しさは、それほど壊れやすいものなの。壊れやすいから、一生懸命に守らないと。そうよね。もし全ての律者に人間性を取り戻せる可能性があったら、律者になることが死別と同義でなくなれば。人々は二度とこんな難しい選択に直面しなくて済む。人類は希望を手にする機会を得られる。私たちにとって、それは勝利よりもずっと貴重なの。だから、もし人間性が私の力なら、もし人類の美しいものがエリシアを構築するすべてなら、物語の最後に、それらを私が誕生した場所に持って帰らせて。
枯れた大地に花の種をまいて。私は信じてるの。この世界が私を育てたなら、きっと私だってもう一度。無花で永久の花を咲かせられるはず。それをパーティーと呼び飾りつけたのね。自分の結末が美しく輝きますようにと願ったから。記憶に過ぎないわよ。
愛しい人の子、まさか自分の記憶を使って歴史に存在しない記憶を編み出すつもり？完璧なパーティーを作るつもりなの？そんなこと本当にできるのかしら？の記憶体はもう存在しないのよ。まさか一人であの12人を全部再現するつもり？気づいてたの？それって最初からじゃない。内容は本当よ。私が保証する。私の心は全部メイに見透かされてるわね。メイ、私はね、エリシアのほんの一部なの。最も先にメイに呼び起こされたひとひらに過ぎないけど。メイにそう言ってもらえたおかげで、私は安心してあなたの一部になれる。ここで一旦お別れをして、完全なエリシアを呼び起こしましょう。ね、メイ？
礼を言うべきなのは私の方よ。私のすべてを理解しようとしてくれてありがとう、メイ。でも別れを告げるならもっといい言葉があるんじゃない？例えばウィークワードの反対、妖精の管理者のスリープワードとか。メイは聡明だからきっとわかるわよね。またね。いえ、ここはまた後でと言うべきかしら。これが私のすべてよ。何もかもが終わる前に教えておくべきだと思ったの。メイ、そうなのね。ええ。でも本音を言うと、これからのことは私でもすごく自信があるってわけじゃないの。美しい女の子は何でもできるってずっとそう主張してきたけど、律者を変えるなんてやっぱり想像できないわ。成功したらこれからの律者はみんな私のような人の律者になるかもしれないし、もっとうまくいけば、次の瞬間、崩壊はこの世界から完全に消えるかもしれない。けど、何も起こらない可能性だってある。それでも、私はやってみたいと思ってるの。ここまで戦ってきた人たちや、私が愛するみんな、彼らは、もっといい結末を手にするべきだわ。これは私だけができることだし、私がやるべきことなの。私の誕生は、その瞬間のためにあるのかもしれないでしょ？あなたでも推測しかできないなら、私たちは本当に崩壊について、何も知らない。考えてみれば当然よね。崩壊、律者、終焉。それらは所詮、火を追うがが作った現状を説明するための人類の言葉に過ぎない。でも、そんな説明はあくまで推測であり、物事の本質なんかじゃないわ。そう言わないで。私が代わりに神の意志は人々の想像でしかないっていう確証を得たでしょ。律者を滑る神なんて存在しない。少なくとも私に関しては、あの信者たちが口にしたような意識は一度も現れなかった。私がなんとなく感じられるのは、一面の混沌だけ。まるで、神聖を静かに待つ、眉のように。
それは私にこう訴えてきたの。今まで私たちが経験してきたことは審判でも試練でもなく紅葉なんだって。でも人類にとってその抱擁はあまりにも痛かったわね。もしかしたらそれは文明が子供時代に別れを告げるために必要な代価なのかもしれないわ。子供でいるのはもちろん楽しいけれど、それは己の運命を他人に任せることを意味する。私たちはこの星に囚われない。眉を破って浮かし広い宇宙へと羽ばたくことこそヒエを追う我の使命だし、人類と地球の文明の未来なの。ウカ、とても綺麗な表現ね。それなら私のような律者も羽化したと言えるかしら。確かにとても適切な定義になるわね。いつか未来の人々がその表現を使う日が来るといいんだけど。ええ、きっと来るはずよ。エリシア、教えてくれてありがとう。あなたの開花をこの目で見られないなんて、とても残念だわ。気にしないで。メイの体のことは、もう秘密じゃなくなってるから。病気を患ってる人を、第13日社の討伐作戦に参加させるなんて、おかしいでしょ？信頼。今の世界はそれを必要としすぎてる。人々は信じられる何かを合理的な言い方を求めてるから。だから最初の律者、起源の律者を。美しいおとぎ話に変えましょう。そんなに重くならなくてもいいのよ。私は物語のヒロイン。愛する世界を救うなんて当たり前のことじゃない。ほら、終わりが迫りつつある今でも誰かが明日を夢見てる。文明が暗闇へと崩れ去りつつある今でもそこから光が生まれようとしてる。そんな人間たちが好きなの。きっとこんな世界だからこそ人の律者っていう奇跡が生まれたんだと思うわ。私たちの何気ない日常が確かにかつてない物語を生み出した。未来の人たちもきっとできるはず。そうよね。ええ。メイ、一つ約束して。たとえ成婚が確実に成功する計画だとしても、火種は手放さないでくれる？何せ最も想像しがたい計画にこそ最も偉大な可能性が秘められている。そうだったわよね。約束するわ。何もかもを覆し全てに新たなる定義を与える成婚計画、あるいは成り行きに任せ運命を密かに変える火種計画。
どちらにせよ、うちに秘められた真なる力は共通してる。この先で、かつてない道を切り開いてくれるはずよ。それでも、一つが最悪で、もう一つが最善になるだなんて、ちょっと面白い事実ね。ええ、まるで人間自身みたい。そう思わない？今日はエリが大好きな歌しか歌わないわ。あなたが運命を変えてくれた。そんなに驚いた顔をしないで。僕たちは最初から君を信じている。私がここにいるから、私が覚えてるから、あなたの出自、足跡、人生にあったあらゆる出来事は、あなたの愛する人々の心に刻まれ、数万年の時を超えてずっとここに保存されている。私たちがまだ覚えてるから。私たちの命は混ざり合っている。そして記憶もつながっている。誰かが覚えている限り存在し続けるだろう。彼女の姿は私たちの命に刻み込まれてるし、その名前は今でも呼ばれ続けてるのさ。変わった名前ね。長すぎる。覚えられない。でもいい名前だよね。すごいお客さんになってくれる気がする。感謝する。汝の恩を、名前を。わらわは忘れぬ。僕たちはその名前で結びつけられた。たとえ認めてもらえなくても、その事実は疑いようがない。自身がそう認めれば、私たちは一つの運命共同体になるのです。だからどんな姿になっても俺は全力を尽くす。俺たちの名にかけて。みんな一緒にいる。昨
起源の律者。とてもあなたにふさわしい名前ね。昨日の起源であり、明日の起源でもある。あなたはちゃんと作り上げることができた。そうでしょう。あなたという名前の楽園、エリシアの楽園は、ほら、ここにあるわ。とこしえに続く無垢の楽園、燦然と輝く人の時代。あなたのために生まれたこの世界をもう一度見て。これはあなたが始めた物語。私があなたのために用意したステージでもある。昔みたいにもう一度私の声に応えて。エリシア！あら、結局見つかっちゃったのね。待ちくたびれたわよ。久々の再会だからきちんと挨拶しましょう。はーい、あたしに会いたくなった？何か言ったらどうかしら。黙り込むなんてあなたらしくないわ。じゃあ、ただいま。ええ、お帰りなさい。あら、今のセリフはすごく反則よ。私のいない間にかなり積極的になったみたいね、メイ。誰かさんが勝手に消えたからでしょ。じゃあ、私とメイの記憶にいる彼女は同じかしら。もちろん。ならいいわ。本当にやり遂げたのね、メイ。今、メイの記憶、それからみんなの記憶が、すべてここにあって、混じり合ってるの。すべて見えたわ。私、あんな大きな嘘をついて、みんなに怒られても当然だったのに。でも彼らは笑って私を許した。私のこと、甘やかしすぎなんじゃないかしら。それを自分で言うの？あなたはみんなに真心を尽くした。なら、彼らが真心を返しても、別に問題はないと思うわ。メイがそう言ってくれたなら、きっとそうなのよね。私ならそう言うって分かってるくせに。エリシア、私はエリシアという絵本を読み終えたわ。今は最後の1ページだけ。
あのパーティーの結末。私の結末でもあるわね。今回はもう読者や物語の傍観者として見たくないの。遥か昔の思い出を見られるのに少しも触れられないなんて、そんな形で終わりを迎えたくないわ。だから私は本の中の舞台に上がり、経験者としてエリシアという名の人間の結末を見届けたい。あなたと十三英傑のすべてを見届けたい。そしてそれを心に刻むの。それが後継者である私が、私たちのために道を切り開いてくれたヒーローたちに表せる最高の敬意だから。メイがそこまで言うのなら、私も断らないわ。じゃあ、私がメイを案内して、物語の最後のページをめくりましょう。美少女さん、あなたはこの盛大なパーティーに参加してくれるのかしら。あの夜、最初にパーティーに出席したのはビルビーだった。彼女はいつも時間よりもだいぶ前に到着するの。みんなに十分すぎるほどのサプライズを用意するためにね。例えば、この特別なクレーンゲームとか。メイ、やってみない？あら、捕まったわね。もっと本気になって。私は楽しみにしてるのよ。あら、捕まったわね。もっと本気になって。私は楽しみにしてるのよ。メイ、メイはこういうゲームが得意なのね。よし、次は私の番ね。準備はいい？ 3、2、1。本当に特別よね。特別面白い。ルールを把握したら結構簡単だったわね。確かにすごく凝ってたわね。彼女は他の人の笑顔が大好きだから。今のを前菜だと思って、次は
スイーツをいただきましょう。次に会場に着いたのはアポニアだった。ベールはなくフォーマルドレスを着て、見違えるほど綺麗だったわ。彼女はこう言ったの。運命が憎い、あなたを連れ去るから。だけど運命に感謝する、あなたと出会わせてくれたから。とてもアポニアらしいと思わない？さらに最後の時間だから、したいことがあるなら何でも付き合うって言ってくれたのよ。だから私はアポニアと一緒に乙女のゲームをしたの。準備はできた？緊張しないでリラックスして楽しみましょう。ええ、準備できたわ。じゃあ始めるわよ。楽勝だったわね。あー、今私が放った矢すごかったわね。ねえメイ、見た？こんなに真剣に私と勝負してくれるなんて、すごく嬉しかったわよ。あなただって同じでしょ。負けるんじゃないかと思ったわ。あら、それって私を褒めてるの？もっと褒めてくれてもいいのよ。楽しかったわ。メイってば、射撃の才能があるかもしれないわね。いい先生がいるからよ。うんうん、あの日アポニアもそう言ってくれたわ。あのパーティーのことを思い出すとやっぱり感慨深いわね。次に清掃で出席したのは私の大好きなエデン。本当に綺麗だったわ。彼女に会った瞬間、私びっくりしちゃったもの。優しいエデンは私の髪に合わせたコーディネートで、一緒に風に当たりましょうって私を誘ってくれたのよ。でもその時、私たちが乗ったのはジェットコースターじゃなかったの。何なのか、メイならわかるわよね？ええ、わかると思うわ。けど、こうしてメイと一緒にジェットコースターに乗るのも悪くないわね。
もうちょっとロマンチックにしましょう。例えば花火を増やすとか。花火は好きよ。輝く最後の一瞬のために全力を尽くすなんてすごく綺麗よね。次はメイにサプライズを用意したの。よく見てて。締めくくりの花火は大きくて華麗なものじゃなきゃ。そして私たちのパーティーもそろそろ始まるわ。最後にパーティーに来たのはクールに見えて実は熱い男の子。だから私はこうして彼に手を伸ばしたの。今私がメイにしてるようにね。私と最後のダンスをしてくれない？何を考えてるのメイ？可愛い女の子とダンスするときは気をそらしちゃダメよ。いえ、ただ彼らが皆集まった。そうよね。ええ、だからパーティーもゆっくりとクライマックスに向かうの。次はお客さんたちの入場を歓迎しましょう。一人目のお客さんはパフォーマンスを見せてくれるのよ。これはもう一人のお客さんの得意分野のようね。はあ？これがエリシアの本当の力。なら、私もその期待に応えないと。姉ちゃんを失望させられないよ。そうだよね、空夢無常。私の幸運を半分分けてあげる。影です。かっこいい一撃でしょ。はあ、苦笑は短いものですが、意志はずっと続いていきます。あなたの色、空に広がる群生みたい。だから無限を超えなさい。がっかりさせないでよね。切る。あんたが輝かせた極光だ。この刀があれば刹那は永遠になる。私の好きな色で染めてあげる。
綺麗でしょ。連携を持って道を切り開く。待て、万物の黄滅を見届けろ。ここは君のステージだ。螺旋の喝采を届けよう。この黄金の歌で運命の旋律を奏でましょう。戒律は不要。私たち十三英傑を。ずいぶん気に入られてるのね。気をつけて。旧姓の名をもって後世に語り継ぐ。私のこと探してた？刻印の力が集まってくる。いつもと同じようにあなたを導いてる。そうでしょ？ほら、彼らはここにいる。このパーティーを見届けてるの。メイがやり遂げたから。メイが十三英傑に認められた人だからよ。よっ！これは最後の花向け、最も盛大な閉幕だから、悔いは残さないわ。あなたの全てを見せて。エリシア、おいでメイ。ようやくパーティーはクライマックスを迎えたわね。やあメイ、意外だった？起源の律者、私のもう一つの名前はどうだった？起源の律者、僕普通の人間の女の子。感想はそれだけ。こんな雪景色は気に入った？どうしても選んでほしいなら情熱的なあなたを選ぶわね。やあ！こんなステップ合わせにくいわ。だからメイはもっと積極的にならないと。そこに降臨せよ。やや、綺麗に跡を残して。これからちゃんと受け取ってね。寒いなら、そしたてわがままを聞いてあげる。
星が落ちるときは願い事を忘れないでね。雪の中を一緒に歩くのは初めてですね。すごく高く飛んだわ。見た？もちろん、はっきりとね。だんだんたって離れて、咲き誇れ。メイ、パーティーはまだ終わってないわよ。星空の下のワルツは、最も華やかな形で終わらせないといけない。そうよね。ええ。来なさい。強風よ、私に服従しなさい。これで終わりなの？ええ、終わりよ。まさか最後にこんな形でもう一度あの時のパーティーを体験できるとは思わなかったわ。ありがとう。つまりそれが英傑たちの目に映ったあなたの最後の姿なのね。ええ、欠席した人たちはエリシアを信じてるから討伐を拒んだ。出席した人たちはエリシアを信じてるからパーティーに参加した。共通の敵を討伐することでみんなを一致団結させようと思ってたけど、最後は別の形で願いが叶ったわね。みんなに出会えて私は本当にラッキーだったわ。エリシアを信じているからパーティーに参加したということは、水晶の花の持ち主たち、ケビン、エデン、アポニア、ビルビーは最初から見抜いていたの？メイのところで検査を受けた後、私は自分の話を細かいところも含めて全部エデンに教えたわ。ほら、月明かりの下というロマンチックな雰囲気の場所だとついつい話しちゃうものでしょ。それにエデンは聞き上手だから。アポニアは最初から私は特別だって知ってたの。彼女には何かを見る能力があるから。でも彼女は誰にも話さなかった。曖昧な運命の糸より、私が見たあなたを信じたいってね。あんなに興奮してた彼女は珍しかったわ。そしてビルビーはね、頭がいいからメイと同じように自分の推論だけで答えを導き出したの。
でも彼女も誰にも話さなかったわ。マジックのネタバレはあまりにも風情がないなんて、とても彼女らしいでしょ。ケビンは真相を何も知らなかったの。パーティーに出席したのはただ私にこう伝えたかっただけ。律者などここにはいない。いるのは神河の命を持つ英傑だけだ。女の子の視点から見ると彼ってば本当におバカさんよね。昔と変わらないわ。本当にみんなこんなにも私のことを信頼してくれてた。私もそれをちゃんと知ってたわ。でも私がしたことは変わらないし変えられない。私たちの文明は破滅に向かった。私に唯一できるのは次の世代に希望を残すこと。私は自分の消失を代価にある賭けをした。未来が、アポニアが見た運命が多少変わるようにと願ったの。成功するかどうかは知らないし、その後に何が起こるかもわからないけど、それでも私は結果を残せるって信じたかった。信じたいと思う人には何かを変える力がある。そして今、メイ、私はようやく答えが分かったわ。私は雷の律者。それ以前に、ライデン・メイよ。ここにいる私が、一つの証明、最高の証明になる。今更、こんなことを言うなんて、少し遅すぎるけど。ありがとう、エリシア。すべての始まりに、私たちに運命を変えるチャンスをくれて、ありがとう。誰かの全てを背負うのは、想像できないほど重いことだった。でもあなたは、あなたたちは、そうするべきだと私に思わせてくれた。あら、今のメイは素直ね。しかも私のことも、よく理解してくれてる。本当に反則だわ。そんなことを言われたら、ますます別れが寂しくなるじゃない。そうね。メイ、当ててみて。今の私は何がしたいと思う？とこしえの楽園をもう一度見ておきたい、かしら。あら、正解。でも、ちょっと足りなかったわね。私はメイと一緒がいいの。ええ。別れる前に、私と一緒に歩きましょう。ね。とこしえの楽園にある他のエリアは昼夜が入れ替わるのに、どうしてここだけずっと夕方か知ってる？照明のついた遊園地が一番綺麗だからでしょ。正解よ。その一番綺麗な瞬間をずっと保存しておきたかったの。たとえ永遠にも終わる日が来るとしてもね。
もともとはメイと一緒にここのジェットコースターに乗ってあの島に行くつもりだったけど、まさかいろいろあるなんてね。このジェットコースターはトコシエの楽園を囲むように設置されているんでしょ？そうよ。長い軌道に沿ってぐるぐると繰り返して、あらゆる美しい景色を一望できるの。終点に着いた時にまた出発点に戻れるようにね。見て、メリーゴーラウンドよ。妖精エリはこれが大好きって言ってたわ。メリーゴーラウンドを嫌う人はいないでしょ。これを十三英傑の交流イベントにしようと思ったんだけど、私自分で却下したの。だってこのメリーゴーラウンドの馬は12体しかいないんだもの。残された人はきっと悲しむでしょ。今日はそんな心配はいらないわね。でも空席はなんだかより寂しく見えるわ。ごめんね、マリアン。今日は一緒に遊べないの。この綺麗なお姉さんと一緒に遊んでるから。わかった。じゃあ今度一緒に遊んで。約束だよ。え？約束よ。おや、エリちゃんじゃないか。さてはお腹が空いたんじゃな。セティのおじいちゃん、その通りよ。だっておじいちゃんの焼いたケーキが一番おいしいもの。そうじゃと思った。さあこれはエリちゃんの分じゃ。ありがとう、いただくわ。メイメイ、はい、食べてみて。美味しいものは一緒に食べないと。ええ。あれ、エリシア、今日は随分と綺麗だね。誰に会うの？あら、エイシャ、そうでしょ？今日は特別におめかししたの。理由は、当ててみて。またもったいぶって。やめておく。どうせ我慢できずに自分で教えてくれるだろうし。もう、エイシャったら、本当に私のことをよく知ってるのね。不安かも。ところで、あの壁画は？あ、そうだった。まだメイに言ってなかったわね。あの壁画に書いてあるのは月よ。月？はるか昔、人類は月で何かを発見したみたい。でも、火を追う画の中で、それは空白の歴史になった。わざと隠されたの？私に内緒ってだけかもしれないわ。だってメビウスはかなり前から私のことを疑ってたもの。最後はやっぱりここに戻るのよね。ここはトコシエの楽園の中で一番好きな場所なの。
見ての通り、あらゆる美しいものが集う平和で永久の夢のような場所。あらゆる理想の先にある無垢の楽園。エリシアの一生は当然そうあるべき。そうでしょ？何度見てもとこしえの楽園は完璧よね。最後でも最初に見た時のように感動するわ。それじゃ、すべての始まりの場所で完璧なピリオドを打ちましょう。ええ、分かってるわ。メイはきっと寂しいんでしょ？だって、私も寂しいもの。せっかく再会したのに、また別れるなんて。本当に理不尽だって、そう思わない？でも、別れはいつかやってくる。物語に結末が訪れるようにね。だから、そんな顔しないで。メイ、笑って。ね。本当に、終わるの？ええ。だってみんなの努力は、全部この時のためにあったんだもの。心配しないで。メイが無事に現実に戻れるように、私が守ってあげる。おめでとう。これでメイは、いにしえの楽園を正式に卒業したことになる。そして、顔を上げて、誇らしく、未来へと歩き出して。私はまだ。まだ、別れの準備ができてない？実は、私もよ。じゃあ、最後の時間は、もう一度ジェットコースターに乗って過ごしましょう。今回はスピードを落として、景色だけ見ましょう。ね。ええ。実は、メイの反応を見て、とっくに分かってたわ。ほら、私もメイのことがどんどん分かるようになっていったでしょ？あなたって、周りの人たちのことをとてもよく理解してるわよね。ええ。だって私はみんなのことをちゃんと見てたもの。十三英傑でも、火を浮かの戦士でも、私が出会った普通の人たちでも、みんな平凡な人で、特別な人なの。私は共に暮らすことで、彼らの人生の軌跡を観察して、喜怒哀楽を感じて、思いや思考を共有して、唯一無二の魂を見届けた。そういう美しい積み重ねがあったからこそ、エリシアは生まれた。そうでしょ？私はそういう人たち、そういう世界が好きなの。ええ。あなたの言ってることは全部、ありのままの心から出たものだって信じてるわ。ん？その言い方、まさかメイは今まで信じてくれてなかったの？私、悲しむわよ。エリシア、今日のあなたは冗談が多いわね。そうやって冗談交じりで話をはぐらかすのは本当の気持ちを隠すため。あなたって本当に嘘がつけないわね。メイ、これ以上言ったら私本当に泣いちゃうわよ。泣きながらメイと別れたくないの。女の子は
笑った方が綺麗だから。メイはちゃんと私の笑顔を覚えてくれる。そうよ、ええ、ずっとずっと心に刻んでおくわ。うん、絶対に忘れないで。この可愛らしい顔と可愛らしい声、私がメイに話したことも全部全部覚えててね。でも忘れてしまっても大丈夫よ。メイ、どうして泣いてるの？ギュッと抱きしめてあげた方がいい？泣いてないわよ。本当に？本当に。本当に泣いてないの？今は泣いてないから。よかった。あたし言ったでしょ？メイは笑った方が綺麗だって。メイが先にあんなことを口にしたから、思わずからかってみたの。こういうことに関して、あたしはメイに譲ったりしないわ。ええ、あなたの勝ちよ。いいでしょ？ふふん。メイは、がっかりする？あんなに努力したのに、結局別れを告げることになるなんて。少なくとも私たちは、ちゃんと別れを告げられるでしょう。なんだか、ずーっとさよならって言ってる気がするわね。多分今回も最後じゃないはず。でもね、悲劇は終わりではなく、希望の始まり。そうでしょう。たとえ未来を変えられなくても、私はその結果にたどり着くまでの過程を自分で決めたい。大事なのは、この旅の中で私が何を信じたいと思ったかなの。それ次第でゴールに着いた時に私が何を得られるかが決まる。その結末も全然違う意味を持つはずよ。今この瞬間のように、私は楽園であなたたちと出会って、その人生に触れ、意志を理解して13人のヒーローの命を全て見届けた。私たちが作った記憶は消えない。私たちが残した感情も消えない。それらは私の体に消せない痕跡として残り、未来までずっと語り継がれていく。私はあなたたちが存在した証になる。あなたたちが永遠に存在する証になるから。これは人類だけができること。物語の最もすごいところでもある。そう思う。ええ、イニシエの楽園と同じように、今後も私たちの今の姿が見えて、心に何かを残す。そうよね。え、心の中で。過去は未来を切り開ける。そう信じてる限り、思いは現在を作り出せるわ。じゃあ、歴史にあったものよりもずっと素敵な結末を残さないと。何の遺憾もなく
最も盛大な幕引きをね。何をするつもり？メイを楽園から送り出した後、私は新色のリスちゃんに会いに行くつもりよ。タイプ666を直接起動させないの？そうしてもいいんだけど、その前に彼女に会ってみたい。敵とはいえ、同じ律者として彼女の考えを、気持ちを知りたいの。相手は楽園の中でもひときわ特殊な存在よ。危険な目に遭うかもしれないわ。そうかもしれないわね。でも危険だと知りながらチャレンジするのも人類ならではの行動でしょ。それに私はみんなを迎えに行かなきゃ。みんなを？私は彼らの記憶の中に生きてる。同じように彼らもまた私の記憶の中に生きてる。私たち13人の人生はとっくに混じり合って、切っても切れないものになってるの。そんな彼らがやり遂げてみせたんだもの。私だってできるはずでしょ。今度は私がみんなのそばに行く番なの。そうね、あなたはそういう人だ。あなたは誰かをがっかりさせたりしない。そうだって、あたしだもの。幕引きだとしても、英傑たちの物語はキラキラと輝いててほしいの。あたしたちは存在して、抗って、必死に生きてた。そして今、あらゆる希望、未来、選べる権利をあなたたちに渡したい。現実には完璧なんてないけど、欠陥を受け入れ、苦しみに直面しても勇気と知恵でそれらを背負う人は、限りなく完璧に近い存在よ。私たちの物語は本当に終わりを迎える。メイ、これで最後だから。昔と同じようにもう一度みんなに会って、ちゃんと別れを告げましょう。姉ちゃん、私の幸運を分けてあげるから安心して。今後、久しぶりに着た服のポケットから小銭が出てきたり、自販機で飲み物が一本多く出てきたりした時は、私の幸運が効いてるってことだよ。メイの姉ちゃんは私の友達だから、特別サービス、お金は取らないよ。メイさん、あなたが話していた委員長のことを少し理解できました。
彼女のことを、その時の私の気持ちを理解できました。未来の私を助けてくれてありがとうございます。そして過去についてはとっくに未来の一部になっている、そう思いませんか？雲は綺麗、星は綺麗、メイお姉ちゃんも綺麗、私も星もずっとメイお姉ちゃんを見てる。私たちは星になってメイお姉ちゃんを見守るから、だからずっと一緒だよ。何の変わりもない姿でここを出られるとは思わなかったわ。残念よ。増えたり欠けたり変化があった方が人はより良くなるはずよ。そう思わない？まあいいわ、思い出を多く手に入れたなんて言わないで。私は過去に浸るタイプじゃないから。だからここを出たらちゃんと頑張りなさい、ラットさん。このメビウスの期待を裏切らないようにね。これ以上の言葉は不要だろう。あんたは俺たちよりずっと遠くへ行ける。俺たちが越えられなかったものに勝てる。だからどうか元気で。汝と出会えて嬉しかったさ、メイ殿。現実でも楽園でもわらわと話が合う者はめったにいなかった。共に肩を並べて戦えたことを光栄に思っておる、汝の。健闘を祈っておるさ。来訪者、君は探していた答えを手にすることができただろうか。たとえ心の中に迷いがあっても慌てる必要はない。君には咀嚼する時間がまだたくさんあるのだから。思考は過程自体も意味をなす。君、それから君たちはいずれ自分の道を見つけるはずだ。もういい、行け。あ？まさか俺に感動的な言葉を言ってほしいのか？だったら相手を間違えたな。だがお前の名前は覚えたぞ、ライデン・メイ。やあ、メイさん、サプライズだよ。実は君の頭の中にバックドアを残しておいたんだ。ここを出たら探してみて。ザレ事、私が残したバックドアは私以外誰も気づけない。待って、ここはバックドアなんかないって説明するところでしょ？はあ、自分自身と喧嘩するという状況が君にはないことを願ってるよ。じゃあ、さよなら。ありがとう、メイさん。あなたは楽園にたくさんのものを与えてくれた。返したくても返せないから、私たちにできるのは、ただ祝福を送ることと祈ることだけ。文明が星のように続きますように。世界が黄金のように輝きますように。
古の楽園は私が予見した結末、破滅と暗闇を迎えた。でもこんな形で実現して私はとても嬉しい。だからどうか運命を振り切って、メイ、あなたにはとうにその力があるのだから。君は十三英傑に認められたならば、これ以上言うことはない。ここにいる僕も、現実にいる僕もだ。そう、彼はきっと君を待っている。君たちが納得する結果を出せることを願っている。胸を張って未来と向き合うんだ、雷の律者。自分を信じていいと。じゃーん、最後はやっぱり私よね。だって私が最初の第一位だもの。エリシアはいつもこう、すべての始まりであり、すべての終わりでもある。そうでしょ？だから今度は、本当のさよならなの。ありがとう、メイ。ここに来てくれて、私たちと出会って、話してくれてありがとう。私たちの名前を覚えて、私たちの物語に耳を傾けてくれてありがとう。メインが私たちを覚えてくれる限り、この物語は消えない。人間だけがそう思えるし、人間だけがその信念を現実にできるからね。だから今、最後のシンガの命をあなたに、新世代の人類に送るわ。この名前には万物の起源が託されてる。私たちの思いと祝福はいつかあなたの新しい力になるはずよ。そしてあなたはこの名前に新しい意味を与えるでしょう。私たちは過去に残るけど、あなたは未来へ歩き出す。未来であなただけの無垢で美しい光を咲かせましょう。何せ美しい女の子は何だってできるんだから。あら、どうしちゃったの？そろそろ出発しないと本当に間に合わなくなるわよ。ええ、分かってるわ。私と別れたくない、そうよね。もちろん私だって同じよ。でも大丈夫、あなたはすでに私の全てを背負ってるでしょ。まさか、このままでいればずっと私とお話できるって思ってないわよね。ダメよ、女の子の心を揺さぶるなんて。私、本当に泣いちゃうわよ。わかったわ、いいの。進みたくない時は足を止めていいから。そしてそばを見て、後ろを見て、ほら、私たちはずっとここにいる。あの時
時と一緒。そう思わない？だから、どうか忘れないで。古の楽園に記録されているのは、そういう簡単な物語なの。物語の中には、苦しみと失敗があり、裏切りと別れがあるけど、同時に、幸せや喜び、ぬくもりや感動もある。悲しみは消えたりしないけど、温かい感情もずっと心の奥で大事にされてる。後世に残すべきものは憎しみと使命だけじゃない。この時代の輝きを理解してもらえたら、未来の人々も私たちがなぜ戦ったのかがわかるはず。冷たい知識と技術は教科書に載せればいい。英傑たちが伝えるべきものは栄養と戦う理由。この火を追った旅の中で私たちの魂が託したものなの。未来のあなたたちは私たちの命の足跡、魂の刻印を見届けて、その中で自分たちの探す答えを見つけるの。背負わされて前を向くのではなくて、誰かが選んだ道をただ進むことでもない。どうしたい、どうするべきか、そう考えながら自分自身の運命を、刻印を決めるの。自分の意志で、自分が決めた目標に向かって、自由な方法で、自分が主役の人生を全力で歩むの。ほら、私はそうだし、みんなもそう。私の知ってる時代、そしてその時代が生んだ13人もそうだった。幾千万の奇跡が混じり合い、巡り合い、ここから花が一斉に咲く奇跡が生まれる。それが美しいとこしえ、私の信じる神が、それが古の楽園、火を追う十三英傑の物語。これで私たちの物語は終わり。ここからはあなたの物語よ。ありがとう。私は決して忘れない。さよなら、火を追う十三英傑。さよなら、エレシア。容量調合、比率、完成。やっぱり私は何色でも似合うわ。
私たちは初対面よね。でも私たちは互いのことをよく知ってる。だからお話ししましょう。ね？どうして？え？あなた、わかってるはずだよ。そうやってもう一度私の前に現れるんじゃなく、楽園を一括削除するべきだって。なぜなら、あなたを侵食する機会を私が見逃すわけがないから。あなたを私の一部にすれば、コマンドの主導権を手に入れられる。私を破滅させるものはなくなり、彼らがしたことも何の意味もなくなる。仲間の努力を大事にして、彼らの願いを叶えるのがエリシアのすることでしょう。確かにあなたは私をよく知ってるわね。でも、まだまだ全部じゃないわ。何事にも二面性がある。確かにその特殊な力はすごいわ。だから、それを大胆なことに使って、楽園に盛大な幕引きを与えてあげたいの。私の人生を閲覧したもう一人の女の子にそう話したとき、彼女はすぐに理解してくれたわ。だから私は彼女のことが大好きなの。ライデン・メイ。それって、私より彼女の方がエリシアになる資格があるって言いたいの？ん？メイはメイよ。エリシアでも他の誰かでもない。同じように、あなたも唯一無二なの。どうしてエリシアにならないといけないの？わからない。理解できない。でも、私には時間がある。答えと、機会を探す時間が。結局、こうなってしまうのね。ずっと考えてた。やっぱりこれが私の意志。私は生きていたい。何があっても。あなたが人類を愛してるように、私も誰よりも自分の存在を大事にしたい。けど、存在の仕方は生きることだけじゃないわ。だが、私たちの結末は一つだけだ。ここを出たら、あなたには最も美しい夢を作ってあげる。そう。彼らと一緒に。悪いけど、ここから出すわけにはいかないわ。それにみんなと一緒にいるのって、別に夢じゃないといけないわけじゃないでしょ？じゃあ、こうしよう。その挑戦、受けて立つよ。人の律者。最初に、この姿になると決めたのは、あなたがとても綺麗だったから、本当に、それだけだった。
いにしえの楽園が記録しているのは、そんな簡単な物語よ。もう、落ち着きなさい。英傑たちの閉幕は盛大で美しくないといけないの。彼らは最初から完璧なヒーローだったわけじゃない。ただあの時代でそこに現れたのが彼らというだけだった。ただそれだけよ。それが美しいとこしえ、私が信じる神話なの。